重野ノ家は、藤原北家館陰流にあたる、久家、家族。久家としての価格は、ウリン家。家族としての価格は、白爵家。家業はカグラ。平安時代末期、藤原公共の次男、重野井実国から始まる。文が元年に、当主の重野井実家,家が、八万の戦いで応死して断絶するが、15世紀の中頃に、あの家の所有実益が再興した。 A68 年、重の井光伊西へが死去して、再度断絶するが、17世紀に入って、五通時期より、末吉が入り再興した。なお、江戸時代の当時高齢は、重の井や不断絶の証を表して、実家地は、当家の人ではないため断絶はしていないと述べるが、末吉のことには、触れていない。江戸時代には、前述の高齢、その父の実前。 祖父の孝清と三代にわたって、夕食古日の大家を排出する。江戸時代の家録は180国。幕末に実在、金久ともに国事に尽力した。明治維新後、金久は、甲府県知事を務め、明治17年に伯爵を賜る。次の佐根明は1913年1月27日に、出釈した。茂野池経図判例。一実戦は、実施。 点線は、用紙、点線は婚姻関係。二構成の都合で、出生順より組み替え。三系図の出展元は、国立歴史民族博物館の旧高給料取り調べ庁データベースより算出した、幕末期の茂野池寮は、以下の通り。ありがとうございます。